前科三番893番チョエキ太郎です。またですよ。ヒューマンバグダイヤ、ちょっとなんか申し訳なくなってきちゃったな。だけど心を鬼にしてやらさせていただきます。今回は借金まみれでマグロ漁船に乗せられた男、現実を漫画にしてみた。この主人公っていうんですか、この人佐竹さん、もう佐竹またか。佐竹死刑になったり、不倫相手を殺したりね、もう佐竹がかわいそうですよ。佐竹を救いたい。まあ、今回はどうなっちゃうのかなと、まあ、マグロ漁船に乗っただけでなんかもういいな。じゃあもう今日は話を変えて、マグロ漁船乗れていいな、マグロ食べれていいなっていう、そういう心温まるお話にしようかと思いましたが、そうとはいかないな。心を認識していかないですよ。この私がそうしてくても視聴者がそれを許さない。これを楽しみにしているヒューマンバグ大学様の視聴者の皆様の気持ちを裏切れない、心を鬼にしてこのお話をしたいと思います。確かにですね、マグロ漁船昔はあったのかもしれませんが、現在においてはこれはないと言っても過言ではない。というのは、もうこれマグロ漁船に乗るっていうこと自体がいい仕事でありまして、そんな借金まみれになってどうでもいいような人間が務まるような代物ではございません。正直言いまして、ちゃんとですね、船も計画性を持って、この最小の人数で最高の利益を上げるため、短い期間、短い燃料、短い費用で効率よく儲けるんであって、やる気がない人間を連れて行ってもしょうがないんでございますね。で、検索してみていただければわかりますけど、普通のマグロ漁船に乗るのも普通の月給です。月給でやっておりますんで、それは自家でっていうのもあると思いますけど、そんな風なのを、おいこの人間乗せてくれポンなんていうのはよく考えてみてくださいよ。海外に出るんですよ。遠洋漁業に出るんで、パスポートの申請もありますし、行く、相手の外国に着くところ、入国していかなきゃいけないんですよ。ただ船に乗ってりゃいいってものじゃないんですよ。その相手側の航海に行ったら、ちゃんと入国とか、ビザとかそういうことも全部いるわけですよ。そういう手続きを全部経てですね、貿易検査だとか、体の検査も全部していくわけですよ。その上で行くんで、そんなやる気がない人間は、別に逃げようと思ったら逃げれるじゃないですか。そんな、きちんとして守れる手続きをして、まずパスポート、取ってちゃんと病院にそこずっとついていくことがめんどくさいですよ。そんなこと他の方法をしますよ。だから私も本当にマグロ漁船に乗せたとか、マグロ漁船に乗ったっていう話は聞いたことはないんです。よかったな佐竹というお話です。